皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは、今の教室を大きく成長させたいなら〇〇を変えることが必要ということについてお話をしてみたいと思います。ご自身自身ですね、自分自身もそうですし、あと教室をね、もっと発展させたい、成長させたいというふうに思った時には、大体こう今の自分から何かしなくてはいけないことがあるから、まあ、その先に向かってね、どうするかっていうのを当然考えなくてはいけないんですけれども、先にこうなりたい姿とかなりたい未来の絵があった時に、どこから手をつけていいかわからないっていう方とかも結構いらっしゃって、で、まあ、その方たちに向けて主に今日のお話はするかなっていう感じで、お話をしていく予定ですので、はい、そんなイメージで聞いていただければというふうに思います。大きく成長させたい時には〇〇を変えることが必要ということです。はい、ではね、本題に入っていきたいと思います。〇〇は一体何なのかっていう話なんですけど、今日のお話のテーマとしてはとりあえず2つです。はい、1つ目が基準、2つ目が環境ということについて解説をしてみたいと思います。まずですね、1つ目の基準なんですけれども、これはですね、まあもうちょっと平たく言うと、当たり前の基準を変えるということになります。皆さんも当然分かってらっしゃると思うんですけれども、今の状態っていうのは今の自分というか、まあ過去の自分がやってきたことが今の状態になっているわけですよね。だから未来に向かってこんな風に大きく成長したい、大きくなりたいって言ったら、今の状態では当然ダメなわけですよ。じゃ、何をまず考えたらいいのかっていうと、当たり前の基準を変えるっていうことが必要になるんです。例えば、まあ、分かりやすいのは、じゃあ SNS の投稿とかなんで、お話をするんですけれども、いいか悪いかっていうことはね、まあ、とりあえずさておき、こういう事例がありますよっていう前提でね、お伝えしたいと思うんですが、今は YouTube とかも割と普通になってきましたし、動画を撮る方が、まあ、普通にだんだんなってきてます。その分動画のクオリティとかがアップしてきたりとか、あと1本2本じゃ見てもらえないっていうことになるので、昔よりもさらに大量投稿が必要になってきているというのが現状の、まあ、例えば YouTube で集客をしたいとかっていう場合のね、一つの、状態になっちゃってるわけですよ。で、これが例えば私が YouTube をやり始めているのが、多分今から8年から10年近く前にちょこちょこやり始めているんですけれども、まあ、その時に結局やっぱり自分の、まあ教室業をやってたんですけどね、その時パン教室をやってたんですけど、そのパン教室を大きくしたいっていうこと で動画はこれからの時代来るなとその時に思ってたんです。8年から10年くらい前なんですけど、でどういう動画を扱ったらいいのか、どういう動画なら集客に結びつくのか、トレンドに乗っていけるのかっていうのは当時の私では分からなかったので、 YouTube 戦略コンサルタントっていうことで、コンサルタントの中でも YouTube に特化しているっていうことを、その当時提唱していた菅谷慎一さんっていう方がいらっしゃって、でその菅谷さんと私違う講演会っていうか、まあセミナーでお会いしたことがあって、非常に話が面白くって分かりやすい方だったんで、あ、じゃあ私動画って考えてるし、まあお願いしよう、どういうふうにやっていったらいいのかを習おうと思って、まあ、コンサルをお願いしたっていう経緯があるんですけど、その時に一番最初に言われたのが、高橋さん1年で1000本まず行ってみましょうかって言われたんですよ。動画を撮るの1000本ですよ。YouTube に上げるの、いや、とりあえずね、私その自分がこの人を死にして就こうと思った人に言われたことは一応全部ちゃんと一旦はやって、やった後にコメント出すっていうタイプなので、まあ言われたから一旦は入って言いますよ。でもね、当時そんな1ヶ月に1本か2本のすごく凝った動画を作ってた
状態だったんで、1日3本やらないと1000本っていかないんですよ。でその時に思ったのが、要はそれが、まあ、集客とか、まあ、いろんな意味で使っていく、動画をね使っていく時の基準なんだっていうのをその時に理解したんですよ。当時の私がですよ。で、あの動画のクオリティは当時はそこまで高くなくても大丈夫だったんですよ。本数がある程度上がってて、キーワードが正しければっていうような動画の使い方だったんで、当時は。でそれをまあ愚直にそのまんまやったわけですよ。まあ当然、動画で露出が増えて、動画から私のホームページを見てっていう、まあこちらが思った通りの成果とかが出ていくようになったんですけど、それ1年後からちょぼちょぼぐらいな感じで、1年半後ぐらいから定着したっていう感じですね。その当時からも変わらず私はある程度の一定の本数の動画を作っているんですけれども、なので当時の自分の基準値と1000本ってものすごくかけ離れてるんですよ。だけど私はその時に、あ、それが私が伸びていくために必要な基準値なんだっていうのを理解したので、特に何も文句も言わずですね、いや大変だな、どうやろうって言って受け入れてやったんですけど、それは大変ですよだってそんなのやってなかったのにいきなりやるんですから。なので、あの基準値が皆さんが、まあ、停滞してる方は特になんですけど、あのよくね、私は頑張ってるんですけどっていうのはあくまでも私の基準値なだけで、あの世間ないしはその時の自分のボリュームに必要な努力の仕方っていうのは当然出てきてしまうんですよね。でその必要な努力に足りてないから現状が変わってない、ないしは埋もれてるっていう状態になってるってことを理解する必要があるので、まず当たり前の基準値を変えるっていうことは、当たり前ができてる人の、まあ、話とかを聞かないといけないんですよ。これでよく陥りがちな失敗が同じような、まあだから、いや大変だよね、1日3本やば1000本なんておかしいとかいう人と喋っちゃいけないんですよ淡々とそれが普通にできていて、自分が思う理想の姿を、まあ、活躍していたりとか理想だなっていう活動している人の、まあ、基準値を知る必要があるので、同等レベルの人と話してたら意味がないんですよ。それより上の人と、要はあの人間的にも、あとはやっていることとかも尊敬できる人の基準値に自分を合わせるっていうことをしないと変わっていかないんですよね。 100% できなくてもいいんですよ。合わせようって思った瞬間に、まあ、差弱が出ますから、努力する必要があるから、頑張る必要があって、頑張るから成長するの。だからその基準の見つけ方が、すごくもしかしたら突拍子もない数字とか努力目標が出ちゃうかもしれないんですけれども、それが自分が叶えた未来の姿にとって必要な状態だったらやっぱりやるしかないんですよ。私も大概ね10年以上やってきてますので、あの独立してから、まあ、ステップがそのポンポンってこう跳ねさせるステップの時にやっぱり結構努力が必要になっちゃったりするんですよ。でその時にその時なりきの必要な努力とか、まあ、捨てるべきものとか吸収するべきものとかも、まあ、整理はするんですけれども、その時時に必要なものっていうのが出てきちゃうんですよ、どうしても。だからあの素直にですね、自分の中の固定概念とか既成概念を捨てて当たり前の基準値を変えるっていうことを、自分が納得できる人とからのお話を聞いて変えていけるかどうかっていうのが結構一つのポイントになります。だから自分の頭で考えることは自分の、できる領域から出ないので、それを外れた話を聞きたかったら結構上目の人の話を聞いてそこを目指していくっていうと殻が破れたりとかしますよね、はい、成長イコール負荷がかかるっていうことなので、はい、それがまず一つ目です。で二つ目は
環境を変えるっていうことですね。で、環境って結構やっぱり大事で、なんていうんですかね、まあ、私のサロンもそうなんですけど、皆さんが成長し合って磨き合って成長していくっていうことを進めていこうっていう人を中でこう入れながら、循環で螺旋のようにこう上がっていけるようなという流れを作ろうと私はしているんですよね。そうすると、じゃあそこの中に流れを止めるような人がいるとすると、例えば不平不満愚痴で、まあちょっと人間を例えるのは少しこう嫌な例えであれなんですけど、やっぱね、腐ったリンゴをまともな食べられるリンゴのところに置いちゃいけないんですよ。腐ったリンゴ置いちゃうと周りのリンゴが腐ってきちゃうんですよね。だからちょっとね、あんまり例えが良くないんだけど、まあそういうことです。悪い言霊っていうのは、ちゃんと悪い言霊が伝播するんですよ、周りの人に。いい言霊も伝播するんですよ。っていうことは、どういう環境に身を置くかってすごく大事で、すごく大事なんですよ。だからママ友とか主婦からの起業の人っていうのが、割と愚痴をよく言う、それを楽しむ、まあファミレスとかでね、旦那子供の愚痴とか悩みを言うの、まあいいんですよ。それがいい人だったらいいんです、それが好きな人は。でも愚痴を言ったところで変わらないんですよ。でしかも他人に対して攻撃をしていたって、他人って自分の思うようには動いてくれないんですよ。だからそこを言っててもしょうがないってことを本当は分かってほしいんだけれども、分からずにだべりながら言うでしょ。でそうすると、そのまた言ったすっきりしたとか言うんですけど、嘘です。それ自分の脳が一番その残念な話を聞いていて、しかもそこにじゃあ4人とかいたら、4人にそれをさらに植え付けちゃうんですよ、その変な話というか愚痴を。これってどんだけ負のスパイラルに入ってるかっていうことを分からないといけないので、好きな人は好きな人でいいんですよ。だからまっとうな思考能力がある人は、全力でそこの場所から逃げないといけないんですよ。スルーするか逃げるかしないといけない。その場所を自分で選んでここにいるって決めないといけないんですよ。だから環境はものすごく大事で、やっぱりうまくいく環境のところにいる人たちは、あ、これが当たり前なんだ、まあ当たり前の基準値が変わるわけなんですけど、当たり前なんだって思うと、皆さんがそうなっていくんですよ。例えば去年起きた私のクライアントさんのね、面白い現象が、コロナ禍ですよ、コロナ禍ですけれども、正しいことを正しい手順できちんとやった方にとっては、コロナ禍はむしろピンチじゃなくてチャンスで、売り上げが上がる、人によっては爆上がりするっていう人たちが続出したんですよ。そうすると、例えば今まで教室業でいうとね、月商10とか20っていうのも割と普通なのかもしれないですけれども、まあまずは50をね目指したいよねっていうタイプの人がいたところに、普通に100とか200とか300とかが稼げちゃう人がポコポコ出始めると、あれ、あ、教室業ってダメと思ってたけど案外ちゃんとやればできるんだねっていうのが理解できちゃうんですよ。だから当たり前の基準値が変わると、自分が伸びる伸びしろが当たり前になるから上手にできちゃうんですよ。なので、環境ってすごく大事で、誰と一緒にいるかによってその自分の将来が決まっちゃうっていうところなので、どこに身を置くか、どういう思考を手に入れるのかっていうのは非常に非常に大事なんですよ。だからその中にいてね、劣等感感じちゃう人っていうのは、またそれはそれで良くないんですけれども、劣等感はいいんですよ。その環境に置きながら、その人たちがどういうことを考えて行動してるかっていうのを見ることができるんですよ、近くにいればね。まあ、思想とか思考とかももちろん含めてなんですけど、そうすると自分が何をするべきかのヒントが、生き字引がそこにあるわけですから、そこを真似てやっていけばいいっていうことで、いい環境を選ぶっていうのは、
特にね、個人事業主で教室の先生で一人ビジネスでやってる方は、まあ、仲間っていうのが、うん、依存の仲間でもなく、傷の舐め合いの仲間でもなく、共存共栄のタイプの仲間の場所を探してそこにいるっていうことは結構ね大事なことだと思います。でその探す過程で、まあ、失敗することもあるでしょう、たまにはまあ私もいろいろなセミナーとか行ったりとか数ヶ月の講座とかで入ったりとかした時に、まあ正直言ってね、あんまりこう良くないかなっていうようなグループみたいになってるような団体もありました。あったけれども、逆にそれはそれで反面教師として、あ、そういうことは良くないなとか、だから染まらないようになるべくその時には距離を置きながら学ぶことだけ学んでっていう距離の置き方をする時もありました。もちろんどっぷり入っていいなって言って頑張るっていう時もあるので、まあ相性の問題も当然あるんですけれども、だからそれが別に全て悪いって言わないし、それによってうまくいってる人とかもいるので、まあはっきり言って相性とそのコミュニティの状態になるので、だからこそどこのコミュニティに属するかっていうのはちゃんとね選んで決めてほしいなっていうふうに思うんですよね。で基本的にはやっぱりね、愚痴とか陰口とかネガティブ発言が見えるようなところには行かない方がいいです。思考が映っちゃうから。でいいことを言うような話の思考より悪いことを言う思考の方が強力なんですよ、力がだからなるべく変えるっていうことですね。であとさっきねちょっと言ったんですけども、人って変えるのは難しいんですよ。自分が思うように動いてほしいようにその人に念をかけてもそういかないんですよ、その人の育ってきた環境があるから。だからこの人嫌だな、ちょっとダメだなと思う場合には自分が引いた方が早いです。変えようとか思うと下手なストレス抱えることになるので、非常にそういう部分では、まあ、無駄な努力っていうかね、変えられないっていう前提で付き合った方がいいですよ。で変わってくれたらラッキーじゃないですか。だからなんとかさんは変わらないとかって、ね、よく言ってて、こう自分の思うように人を操りたいタイプの方っていらっしゃるんですけど、いや変わらないから変わらないんですよ。だから自分が動くか自分が考えを変えた方が早いです。でそういう方に限ってストレスフルになって鬱になったりとか、こう情緒が安定しない状態を作ってしまうから。でもですよ、自分のその状態を作ってるのは自分の思考と自分の選択をしてきた結果なので、未来を変えたかったら未来の選択をする方法を変えなくてはいけないっていうことになります。はい、ということで以上ね2点をお伝えしたんで最後にまとめてみたいと思います。今の教室を大きく成長させたいなら〇〇を変えることが必要というお話ですが、まず一つ目が当たり前の基準を変えること、二つ目は、環境を変える、誰といるかをきちんと選んでその場所にいるようにしましょうということで、本日ねそんなお話をしてみましたので、今後ですね自分が大きくなっていきたいなと思った時には、何をしたらいいんでしょうって言ったら、まずこの二つをちょっと考えて行動してみていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは。